ではですね、カツオですね、釣ったやつをいただきました。今回私は坊主でした。残念でした。ただし、あのジンベエザメとかマンタとかハンマーヘッドシャークとか、カツオとかマグロのナブラですね、たくさん見ました。すごい海でした。何回か4、5回ヒットしたんですけどね、途中で外れてしまって、残念でした。はい、じゃあちょっと解体します。ちょっとこう、あの隙身の方とで、身の方はですね、たきにしたらいいんですけども、まあバーナーで炙る、フライパンでこう焼くとか、まあ、あの方法はあるみたいですけど、そういう風なことで食べます。はい、頭はもうさよならです。カツオをね、ちょっとだけサラちゃんにもね、あの炊いてあげたいなと思います。お母さん今日はちょっと花粉症でね、声の調子が悪いんですよ。